間もなく現場到着です。煙は漂っていますが、やはり火事のものではなさそうです。発煙筒か何かいたずらによるものと思われます。本部了解。一応現場での確認をお願いします。やっぱりいたずらだな。何も燃えちゃいない。なんだってこんなバカやるんだろうな。俺らが大騒ぎすんのを見たいんだよ。あ、おい、あそこだ。これって…なんだよ。うわ、なんかすげえ嫌なんだけど。でも俺らが見ないわけにいかねえだろ。日本の刑事裁判はその 99.9% が有罪となる。そんな中、かつて弁護士だった俺はある殺人事件で万に一つの無罪を勝ち取った。大したもんだと褒められた。けどその結果、一人の女の子が殺された。法廷の取りこぼした真実の陰で、万人に公平なはずの法がいつも完璧に機能しているとは限らない。そんな時、助けを求める声を探すのが今俺の仕事だ。クイズでも出してくれよ。面白いやつ。張り込みなんていつまでかかるかわかんねえんだ。恵子ちゃんも退屈してるぞ。わかった。じゃあいいやつ考えるから少し時間くれる？なるほど。クイズ考える間静かにしてろって？この野郎。それじゃ何にも変わんねえじゃねえか。あの、カイトさん、私も今クイズとかの気分じゃないです。いや、だからその気分を変えようぜってんだ。ケイコちゃんな、そんなんだからネットで会った男なんかに騙されんだぞ。そんなの関係ないですよね。それにまだ本当に騙されたのか分かりません。そうだよ、あんまいい加減なこと言わないの。大丈夫だよ恵子さん、うちはね、何よりも依頼人の心に寄り添う探偵事務所なんだから。やっぱり私、八神さんに依頼できてよかったです。へいへい、そりゃようござんして。コウスケ君言ってました。お昼はいつもファーストフードばっかりだって。ああ、さっき店に入ってから20分くらいか。そろそろ出てくるんじゃない？どうですかね、心配です。野菜もちゃんと取ってるかな。なあ恵子ちゃん、なんであんたみたいな子がネットで知り合った男なんかといきなり会ったんだよ。いきなりじゃないです。時間をかけてやり取りしたし、コウスケ君は同僚なんかよりずっと私を分かってくれました。私のことすごく大事に考えてくれてたんです。
そんな男がデートでぼったくり店に連れてくか。カムロ町できっと彼もそんな店だなんて知らなかったんです。そうか。だとしても女の子に会計全部押し付けるとかありえねえだろう。だって彼まだ大学生だし。それにもし私が払わないと彼ヤクザに殺されるって。恵子さんが店に請求されたのが120万で、80万は払って残り40だったよね。どのみち簡単に払える額じゃない。ええ、だから康介君も足りない分は風俗で働くのが一番手っ取り早いかもって。そうじゃねえ。要するに康介とそのぼったくり店は初めからグルだったんだ。で女の子に払えねえ額ふっかけてしまいには風俗で働かせる。この町じゃよくある手口なんだよ。まだそうと決まったわけじゃないです。だいたいカムロ町はなんでそんな店をほったらかしにしてるんです。ぼったくりには警察も動き鈍いからね。民事不介入っつって。でもだから源田先生に相談したのは良かったと思うよ。あそこの弁護士事務所カムロ町長いから。で荒っぽい案件はうちに回ってくるわけだ。おかげで今日も仕事にありつけた。よかったですね。恵子ちゃんには気の毒だがよ、康介って野郎は全部承知であんたを罠にはめた。その辺分かってくんなきゃ助けようにも助けらんねえなあ。そうだろタボ。まあ待ちなって。カイトさん、まだ調査の段階だよ。あ、ほら噂の康介くんだ。康介くん、まずは彼が実際どんなやつなのか後をつけてみよう。二人はここにいて。やっと楽しい時間の始まりだ。慎重にね、ターボ。聞こえるな、ターボ。尾行は久しぶりだろう。腕がなまってんじゃねえか。まさか。ちゃんとお手本見せてやるよ。口だけじゃねえだろうな。ここは慎重に行こう。海藤さん、対象者が新顔と接触した。これから証拠を撮影する。了解だ。
今だ。海藤さんの携帯に対象者の写真を送ったよ。確認よろしく。おお、届いてるぞ。バッチリだ。いい感じで撮れてるな。で、誰なんだ、コウスケと話してる相手は。それはこれから探りを入れるとこ。また連絡するよ。いやー、でも本当久しぶりだよね、さくらちゃんと会うの。だってコウスケ先輩、最近全然サークル来ないから。今日だってたまたま先輩っぽい人を見かけて、メッセージ送ってなかったら会えてないですよ。ごめん、最近忙しくってさ、なかなかサークルに顔出す時間が作れなくて。予定があるなら仕方ないですけど、やっぱり先輩なしでは盛り上がらないというか、先輩が来なくなって辞めちゃった女の子も多いんですよ。え、それはまずいな。今度ちょっと顔出してみるか。そうしてもらえると助かります。あ、でも先輩。何？あまりいろんな子に気を持たせるようなことはしない方がいいですよ。先輩は知らないかもしれないですけど、女の子同士の喧嘩がすごかったんですから。いつコウスケ先輩の方に矛先が向くかわからないですよ。え、それは怖いね。気をつけるよ。じゃあこれから用事あるんで、俺はそろそろ行くよ。はい、絶対サークル来てくださいね。おい、あいつ八神だ。この間兄貴の浮気を奥さんに報告した探偵。ああ、覚えてるぞ。
あいつのせいで俺ら兄貴にめっちゃ八当たりされたんだ。おい、アガミ、てめえぶっ殺してやる。ここで会ったが100年目だ。やれやれ、相変わらず物騒な町だね。下ろしとかないと。ポッポに寄ってくか。
今だ。カイトさん、新しい写真送ったよ。確認よろしく。おお、届いてるぞ。よく撮れてるじゃねえか。ああ、こりゃラタボ、コウスケの野郎、やっぱ黒なんじゃねえか。やつが下ろした金、まあまあの額だぞ。いや、まだ金を下ろしただけだ。判断するのは早いよ。タボ、コウスケは？まだ特に変わったとこはないね。一人で街をぶらついてる。普通の学生が暇つぶしてるって感じかな。やつはどこに向かってんだ？さあ、あ、今ちょうどビルに入ってく。ああ、兄さん、待った待った。ここは一元さんお断りだ。え？なんで？ああ？何でもクソもねえだろ。帰んな。おら、何やってんだ。早く行けって。この野郎、通報すっか。ちょっとそんな、このビルって何なんすか。関係ねえだろ、出てけっつってんだ。ただの雑居ビルじゃないね。なんだ、なんだ、ん？怪しいな。そこから入れちゃう。これは。
オッケー。なんだそりゃ。コウスケはどうなった？まさか見失ってねえだろうな。今ちょっと手が離せないけど、とにかく大丈夫。どうもお疲れ様です。おい、こいつ知ってるか？いえ、初めて見る顔っすね。俺はそのコウスケのダチなんですけど、ちょっとはぐれちゃって。コウスケの？はあ、そういやあいつ今日も来てましたよ。マジで毎日懲りねえっつーが。なら誤解のはずだろ。なんでこんなとこにいんだよ。ですよね。それが俺にもよく分かんなくて。ところでコウスケは5階のどの辺に？階段上がって一番奥、式の間だろ。式の間。ああそうでしたよね。失礼しました。ではこれで。おい待て、お前ちょっと会員証を見せろ。コウスケにもらってんだろ。あああれ、おかしいな、どっかに落としちゃったのかな。落としちまったか。それは困ったな。すいません、次から気をつけますんで。いい加減なこと抜かすんじゃねえバカか。会員証なんてねえんだよ。てめえ何者だ？どっから入り込みやがった、この野郎。やってくれんじゃん。式の間ってのは何なの？コウスケ君はそこで何してんだ？うるせえ、黙ってくれ。Thank you.
大丈夫か？ああ、今まだ康介くんの入ってたビル、見張りがいて一元さんお断りだってさ。なんかやばいとこみたいだね。康介くんは5階の四季の間ってとこにいる。四季の間？海藤さん、心当たりある？そりゃ鳥羽のことじゃねえか。鳥羽は他に四季っていうこともあんだ。四季の間って隠語のつもりかもな。そっか、確かに鳥羽なら見張りがいるのも納得だ。さすがだね、海藤さん。わからねえことがあったら何でも聞けや。侵入者だ、ビルに怪しい野郎が。なんだと？おい、どうした？おい！タボ、そこが秘密の鳥羽なら普通の学生が行くとこじゃねえ。どうやら康介のボロが出てきたな。だいぶグレーにはなってきたね。多分康介くんのいる式のままで行ったらもっとはっきりする。結論はそれまでお預けだ。仕事に妥協がないね。わかった、だが気をつけろ。そんなとこで捕まったらただじゃ済まねえぞ。了解。よし、行くか。ちょっといいか。このビルに侵入者が入り込んだらしい。他の連中にも伝えといてくれ。は、はい。なるほどね。少しだ。よし。Thank you.
そっか。静かにしてな。何してんだ。早くドア閉めろよ。くそー、全然来ねえ。なんでいつも。どうなってんだよ。さあもう一勝負。皆さん、はったはった、張り切ってどうぞ。さあ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 。おい康介、さっきから負けっぱなしじゃねえか。今日はそろそろ終わりか。いやいや全然、まだまだこっからっすよ。へえ、景気いいな。どっからそんなに金が湧いてくんだよ。いや最近ちょっと太いしのぎ始めたもんで、大きな声じゃ言えないっすけど。また女絡みのか。声が大きいですって。生言いやがって。海藤さん。こっちは例のビルを出た。康介君は散々負けてオケラだ。ざまねえな。じゃあそろそろどうだ、タボ。もう様子見はいいだろう。直で康介当たってみようや。ああ、俺もそう思ってたとこ。よし、なら車もそっちに回す。お仕置きタイムだ。ああちょっとお兄さん、落とし物。あ、落としたって何をです？何をって、まあいろいろあるんじゃない。両親とか罪悪感とか、どっかに落としてきちゃったでしょ。あ、なんだよてめえ。最近罠にはめた女の子がいるよな。ぼったくり店とつるんで120万の会計を追っかぶせた。何の話かわからねえけど。どの話かわかんないぐらい何人も騙してる。誰だお前。こっちはバックに搭乗会がついてんだ。それでも因縁つける気か。搭乗会って、あのヤクザの。ビビりやがって。もっと相手見て喧嘩売れ。搭乗会ならもうとっくに解散したろ。そんな名前出してビビらせよってのはちょっとどうかな。あんな、てめえやんのかこら。やめといた方がいいと思うよ。さっきのパンチで大体分かっちゃったから。ふざけんな。さっきは手加減してやったんだ。本気出したら瞬殺だぞ。後悔してもせえ。お前待って、知らねえぞ。分かったよ。じゃあこっからは本気なんだな。しやがって。こっちも週一でジム通ってんだ。なめんじゃねえぞ。どうなっても知らねえからな。何してんだ、コウスケ。なんか揉めてんのか。こいつが変な言いがかりつけてきたんすよ。へえ。あんた何なの。
こいつはさ、うちの大事な客なんだよ。大事な客か、式の間のでしょ。なんだ。おい、そいつは俺の知らねえ奴が知ってちゃいけない言葉だぜ。どこで聞いた。あんたらに用はないんだけどな。ムカつく野郎だ。やっちまうぞこら。やってやろうじゃねえの。なんだよ、コウスケ君。もう終わり。お前に呆れるな、タボ。弁護士のくせに。
結局手出して済ましちまう。弁護士？嘘つけ、どこがだよ。八神さんって探偵じゃなかったんですか？本業は探偵だよ。弁護士はまあ今も一応資格を持ってるってだけでさ。じゃあもしかして源田法律事務所の？そう、前はあそこで弁護士やってたんだ。で今は探偵向きの仕事を回してもらってる、今日みたいに。そういうことだったんですね。わかったか、康介君。うっせえ。じゃあこれからじっくりと話聞かせてもらおうかな。あ？おう、車回してきてるぜ。仲良くやろうな、康介。ちょっとマジかよあんたら、こんなのやめてくれよ。なんか誤解してるって。康介くん、ねえ聞いてくれ優子ちゃん、俺何にもしてないからさ。てか何なのこの人たち。優子って誰？私恵子だよ。え、あれ嘘でしょ。もう信じらんない。康介くんさ、恵子さんにかかってる店の請求、あれチャラにしてもらいたいんだけど。そんなの俺に言われても。あと彼女がこれまでに払ってきた80万も返してもらう。そこにうちへの依頼料も乗っけてさ。はあ？バカ言ってんじゃねえ、ふざけすぎだろ。女の子騙して風俗に送ってるやつが人にふざけてるとかどの口で言ってんの。ふん、よく言ったぞタボ。あ、俺のスマホ。ぼったくり店の番号出してくれる？え、花から店ともグルなんだろ、バレバレなんだよ。知らねえって。そんなの、そんなんでごまかせると思ってんのか。お前俺らが誰か分かってねえだろ。だ、誰なんだよ。うん、カムロ町の八神探偵事務所だ。それって何？いやだから八神探偵事務所だよ。お前名前くらい知ってんだろ。さあ嘘つけこの野郎、何とぼけてやがんだ。もうやめようか海藤さん、うちもまだまだだよ。そうか。あんたら悪いことは言わねえ、店に金返せなんてやめとけ。あそこの店長は同商会の寿司もんなんだよ。だからどうした。ちなみに俺も昔は同商会の人間だ。もう本家が解散しちまったのに何が同商会だよ。だから解散するまで同商会にいた人なんだって。ならただの元ヤクザじゃねえか。未練たらしく大門ちらつかせやがって。元でも相手はヤクザなんですよね。大丈夫なんですか？もちろん、うちはそっち系に強いのが売りですから。でどれがその店長の番号なの？でもさっさと済ませた方がいいよ。こっちの元登場会も怒らせたらマジでヤバいから。なんなら試してみるか。え、ええ、店長、今は店ですか？まあな。どうした、新しいカモでも見つけたか？お前最近いい調子だもんな。 いえ、そんな。違うのか。じゃあ例の稽古って子はどうしてる？あれはどこで売っても稼げるぞ。いい具合にビビらせて逃げねえようにうまく囲っとけ。最悪。でも店長、あの子がもし金を用意してきたらその時はどうするんです？ああ？そんなの決まってんだろ。まず持ってきた分はきっちりいただく。
で延滞料が足りねえとか適当な理由つけてそのまま風俗へ直行だ。なるほどな。お前なんかいつもと声違わねえか。お、さすがよく気がついたね。何？誰だってめえ。この声よく覚えときな。後でそっちに行くからさ。恵子さんが払った金全部返してもらいにね。うわあ、これ超やべえって。気の毒だけどやっぱ康介くんは最初からグル。恵子さんがいくら払っても結局は風俗で働かされる、そういう計画だったんだ。あの恵子さん、初めは確かに仕事でした。でも今は本当に君のことを。あの、もう黙れってお前。ひとまず恵子さんには源田先生のとこにいてもらう。あそこなら安全だから。はい。一緒にぼったくり店連れてくわけにもいかねえしな。こっからは殴り込みだ。殴り込みってお二人がヤクザのお店に？今んとこそうなる可能性が一番高い。行こうか恵子さん。源田先生の事務所すぐそこだ。